にちは、ギタリストの松村芳美です。今日はですね、アルバムがリリースされましたのでご紹介させていただきます。僕のアルバムじゃないんですけど、僕のアルバム以上に僕がギターを弾きまくって弾き倒しているアルバムに なりましたので、ご紹介させてください。9月28日発売ですね。ベーシスト古木圭介のリーダーアルバムでガーデンというアルバムです。本当はですね、古木くん招いて対談動画とかやりたいんですけど、ちょっとスケジュールの都合も全然合わないですし、なかなか会う機会もないので、とりあえず僕が一人で勝手に紹介させていただきます。で、これ今聞いていただいて後ろで流れてるのがそれなんですけども、この動画ぜひですね、見たら古木圭介のチャンネルに飛んでいただいて、下にリンク貼っておきますので、ガーデンっていう曲と、あとビッグゲストっていう曲が丸々アルバムに入ってない別テイクがですね、1本は動画で1本は音源だけ、上がってますので、ぜひそちらも、見ていただければなと思います。で、僕のライブにこう来ていただいている方とかはですね、古木圭介も知ってると思うんですけども、このチャンネル見ていただいている方で知らない方も、いらっしゃると思うので、ちょっとご紹介させていただくと、本当に凄まじいベーシストです。超売れっ子で、もういろんな、ね、日本全国ツアーに行きまくっているような、非常にいろんなバンドでもう重宝されているベーシストで、スケジュールを抑えるのもなかなか大変というような感じなんですけども、そんな彼のリーダーアルバムとなっております。彼はベースはめちゃくちゃうまいんですけど、ピアノもすごくてですね、なんかピアノがうまいからですかね、作曲がすごい上手なんですよね。彼の曲を弾くと、もうなんか本当勉強にしかならないというか、なんかだんだん腹立ってくるというかね、なんだこのいい曲はみたいな感じで、僕も作曲大好きなんで、すごい色いっぱい自分のね、バンド用に曲書くんですけども、本当にですね、だんだん本当に腹が立ってきますね。なんだこれ、俺が書いたことにしてくれねえかなこの曲みたいな感じなんですけど、はい。でこのアルバムは、全曲古木圭介のオリジナル曲ということになっておりまして、ギターを僕は3本弾いてます。このフルアコの江島アーチトップギターと、テレキャスター新ライン、木越カスタムギターです。ここが穴開いてないんですけど、このギターは空洞になってます。セミアコですね。だからあと、このアコギ、ナイロン弦は涼介小林ギターです。で、この3本のギター、僕レッスン動画やる時とかでも、だいたい冒頭でこう1本紹介させていただいて、今日はこのギター弾きますみたいなので紹介しているんですけども、まあ、今僕がメインで使っているギターをですね、フル稼働して、制作したアルバムとなっております。で、メンバーは、渡辺翔太がピアノ、木村博ドラムスで、古木圭介ベースで、僕が、松原芳美ギターで、ギターピアノベースドラムの、まあ、カルテット編成ということで、この編成になりますと、こうギターがですね、前面に立ってメロディー弾いて、まあ、ギター弾きまくると、ソロも弾きまくるという感じになっています。なので、今回ギター3本フル稼働でね、やりました。で、本当はアルバムをですね、こう出しますと、こう僕これ2018年に出して、こっち2019年に出したんですけど、まあ、こんな感じでアルバムをね、出しますと、レコ発ライブっていうのをやって、ちょっと大きなライブをやってですね、でその後レコ発ツアーみたいなのをこう全国何か所か回って、CD を作ったアルバムを届けるというような感じが、まあ、僕らのようなミュージシャンの一応スケジュール感に、ね、なってるんですけども、今年はちょっと例の流行り病の影響で多分ツアーはねできないですし、今後もしね来年できればいいんですけど、はい、という感じなので、一応レコ発ライブが配信で無観客でやるというのが決まってます。 YouTube 上で見れるというやつですね。はい、それが10月26日に、はい、配信がされますので、ぜひぜひそちらを無料で見れますので見ていただきたいなと思います。なのでですね、こうレコ発ツアーライブとかができないので、なんとかこうオンラインでですね、こう一人でも多くの人にこのアルバムを届けていきたいなと、思っているところなんです。ちょっと個人的な話になるんですけども、最初にですね、僕はがっつりしたレコーディングっていうのを経験したのは23歳の頃ですね。今35なんで12年前っていうことになるんですけども、テキサス州で大学に行ってた頃に、自分のバンドで録音したんですけども、もうその頃からですね、録音って本当に難しいなと思ってまして、レコーディングですね、アコギはいいんですけど、結構どういう風に
どんなマイクで撮っても大体いい音で結構撮れたりするんですけど、エレキギターってアンプから音出てるじゃないですか。でアンプから音出てるのをマイクで撮るんですけど、それがね本当に難しいなとちょっと個人的に思ってまして、最初にレコーディングした時から なんか納得いかないんですよね。ずっと納得どこで撮ってもこう納得があまりいかないという感じなんですけど、まあ、ようやくなんか最近いろんな経験を積んで、いろんなもうレコーディングエンジニアさんとかともいろいろなお話をして、自分の知識もだんだん増えてきて、いろんな人からアドバイスいただいて、ようやくなんか最近ギターのエレキギターをいい音で撮る方法がだんだん分かってきたという感じでですね、そんなタイミングでこのギターをすごいフューチャーしたアルバムにこう参加させていただける機会があるというのが、なんかすごい個人的にはタイミングがバッチリだったなと思っているところですね。なのでこれはもし5年前とかだったら、なんか今回のようなちょっといいクオリティの録音っていうのができてなかったかもしれないなと、ちょっと思って、今で良かったなと、なんかすごい思っているんですけども、まあ、あとこの本当めちゃくちゃ弾きやすいこの3本のギターですね。この辺のギター弾くようになって、僕ちょっと弾けるフレーズも増えたというか、指が早く動くようになったとか、単純にちょっとギター上手くなったんじゃないかなぐらい思うぐらい、なんかもう本当すごい弾きやすい、音も素晴らしいギターたちなので、この3本のギターにもすごい感謝しているなという感じですね。はい、ということで今回は古木圭介のリードアルバムガーデンがリリースされましたので、ちょっとご紹介させていただきました。ちょっとですね、本当にこの流行り病に負けないように、なんとかこのアルバムプロモーションしていきたいなと思っておりますので、販売リンクは動画の下に貼ってありますので、もしよかったらぜひぜひ1枚お手元に、置いてみていただければなと、手に取って聞いてみていただければ嬉しいなと思っております。ということで今回は以上です。ありがとうございました。